はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、前回の動画でデニムを使った夏の海外風コーデの作り方っていうのを紹介したと思うんですけど、そのコメント欄でしゅなたんの実際にコーデ組んだのも見たいっていうコメントをくださった方がいまして、でデニム使った夏コーデ紹介しようかなと思ったんですけど、一個私最近めちゃくちゃ気に入ってるデニムがあって、それがユニクロのデニムなんですよ。前にね、動画で企画で買ったデニムなんですけど、それ企画で買ってからめちゃくちゃプライベートでもお気に入りで履いていて、でそのデニムが結構海外コーデを作りやすいなって私的に感じていたので、今日はそのデニムを使ってね、コーディネートをいくつか紹介したいと思います。で前に何回かやったこともあるんですけど、ピンタレストの再現コーデっていうのもすごく人気だったので、企画をね合体させちゃおうかなと思って、ユニクロのデニムを着回してピンタレストで見つけた海外ガールのコーディネートを再現するっていうのもやっていこうかなと思います。今の説明で大丈夫だったかな。たくさん紹介していこうかなと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速今回着回していくデニムを紹介したいと思います。ということで、今回着回すデニムがじゃじゃん、こちらでございます。ストレートハイライトジーンズでございます。で私サイズが27を購入していて、結構大きめサイズを買ったんですよ。前に企画でも話したかと思うんですけど、2サイズくらいですかね、わざと大きめのデニムを選んで買ったんですけど、最近やっぱり海外のデニムの流行的に結構ルーズなデニムっていうのが流行っているなって思ってて、まあ今ローライズって言ってウエストがね低めのデニムが流行ってると思うんですけど、まあそんな感じのイメージでゆるっと履けたらいいなと思って、あえて2サイズぐらいサイズを上げて購入しました。まあワイドすぎなくって、細すぎもしなくて、本当にちょうどいいシルエットになっているので、2サイズサイズ上げたとしても綺麗なシルエットで履けるっていうのがすごく私は気に入ってるポイントで、あとユニクロだからすごくプチプラっていうのもあって、これをめちゃくちゃ好きなので、今日はこれを使っていきたいと思います。はい、ということで早速コーディネート紹介に移っていきたいと思うんですけれども、もう事前に、ね、私がピンタレストでピックアップをしたコーディネートがいくつかあるので、それを再現していきたいと思います。それではまず1コーデ目着替えてきます。はい、ということで、まず1コーデ目はこんな感じでございます。こちらのコーディネートをね再現してみました。じゃあ全身も見てもらいましょう。はい、全身はこんな感じです。じゃんじゃんじゃん。結構再現度どうですか？割と私的にはできたかなと思うんですけど、デニムに定番のタンクトップを合わせたコーディネートになっていて、で足元はそのサンダルを合わせてて、すごくラフなんですけど、綺麗めなバッグで大人っぽい感じのコーディネートかなと思います。これね、写真はちょっとフロントのものしかないのでわからないんですけど、私はこの後ろがめちゃくちゃガバッと開いてる、これ実はボディースーツなんですけど、ボディースーツを合わせております。こういうトップスの時、中に何着てますかっていう風に質問いただくこと多いんですけど、私今ヌーブラをつけてます。後ろがガバッて開くようなものとかは前だけのものがいいかなとやっぱり思うので、今はヌーブラをつけてこのタンクトップを着ております。このデニムも結構写真の通りというか、すごく似たようなデニムになってて、やっぱこのルーズさが可愛いですよね。トップスがピタッとしていて、パンツはルーズっていうバランスがとっても可愛いなと思います。はい、ということで1コーデ目はこんな感じでございました。はい、ということで2コーデ目はこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃん、こんな感じでございます。またね、黒のトップスではあるんですけど、またさっきとはちょっと違った感じのコーディネートになっていて、やっぱりこのブーツ、今ブーツインして履いてるんですけど、このデニムさっきも紹介した時に言ってた通り、そこまでワイドすぎなくって、足元にかけて少し薄まっていくような感じのシルエットになっているので、こうやってブーツインした時もゴワゴワせずに着れるっていうのがすごくいいなって思います。私初めて今これブーツインしてみたんですけど、これもこれですごい可愛いなと思って、今新しい発見をしました。すごいこなれ感のあるようなコーディネートに仕上がったかなと思います。はい、ということで2コーデ目こんな感じでございました。はい、ということで続いて3コーデ目、こちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃん、こんな感じでございます。じゃんじゃんじゃん。えっていうね、しゅなたんデニム変わってないって思ったかもしれないんですけれども、今回着ますデニムが普通にデニムパンツだったんですけど、このコーディネートを見た時に、あ、なんか似たような色のデニムシャツとかがあればできるんじゃないかなと思って、
きてやってみたらできたので、今回こちらのコーディネートを組んでみました。これデニムシャツなんですけど、普通に最初羽織ってちょっと下だけボタン止めて、このデニムの中にインしてあげて、でまあこの画像はオールインワンを腕で撮ってダラッとさせてる感じだと思うんですけど、そんな感じでやってみました。これは別にこう縛ってあげたりとかしても可愛いと思うんですけど、こういう着方もできるなと思って、かっこいいですねこのコーデ思いつかないコーデですね、こんなのすごいなと思って。シンプルに白のタンクトップとかでも可愛いんですけど、こうやってワンポイント付け加えてあげることでよりおしゃれな感じに見えるかなと思います。はい、ということで3コーデ目こんな感じでございました。はい、ということで続きまして4コーデ目がこちらのコーディネートを再現してみました。全身がこんな感じでございます。じゃん、私的に結構これぞ海外コーデっていう感じがするんですけど、このスリッパが前にね解説した時にこれも紹介したかなと思うんですけど、やっぱりこのスリッパ結構海外っぽくなりますよね。一気にバッグ今回ちょっと似たようなのがなかったのでトートバッグで代用してるんですけれども、シンプルなトートバッグで合わせてみました。一つ一つのアイテムが可愛くてラフだけどとても可愛らしいコーディネートかなと思います。はい、ということで4コーデ目こんな感じでございました。はい、ということで続きまして5コーデ目はこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃん、こんな感じでございます。さっきのねコーディネートとほとんど変わってないですほとんど変わってなくて、バッグとシューズとサングラスかなが変わったぐらいなんですけど、さっき合わせた衣がどっちかっていうとオフホワイトな感じだったと思うんですが、今回はブラックのサンダルとバッグもよりコンパクトになってキレっぽさがプラスされたようなコーディネートかなと思います。さっきのコーディネートよりもやっぱり小物が上品な感じになったかなと思うので、より大人っぽさは付け足されたかなという気がしております。やっぱこのなんかすごいラフだけど大人っぽい感じのコーディネートがザ・海外っていう感じで、私はすごく好きなコーディネートです。はい、ということで5コーデ目はこんな感じでございました。はい、ということで続きまして6コーデ目の再現コーデがこちらでございます。ちょっとね、多分これ写真用に袖を通してないのかなとも思うんですけど、最近たまに見かけるんですよねこういうファッションしてる方。なので今回ちょっと再現してみました。全身がじゃじゃん、こんな感じでございます。これどうなってるのかっていうとですね、片方の袖を通さずにこの肩のところで留めるっていう感じで着ております。片方だけ袖を通してっていう感じですね。パンツがさっきまでは結構ゆったりとルーズな感じで履いてたんですけど、もちろんこうやって普通にハイウエストで履いてもすごい形綺麗で可愛くて、ベルトとかでウエストをねギュッと絞ってあげて着てあげても可愛いかなと思うので、こんな感じで合わせてみました。すごいですよねこのコーデ、めっちゃ新しいなと思って。でもなんかカーディガンの斜め掛けみたいな感じなのかな、斬新なファッションで初挑戦なので正解かは分かんないんですけど、こんな感じで再現してみました。ということで6コーデ目はこんな感じでございます。はい、では続きまして7コーデ目がこちらのコーディネートを再現していきたいと思います。ということで全身がじゃーん、こんな感じにしてみました。まあ白のキャミソールなんですけど、紐がねめちゃくちゃ細めなタイプのキャミソールで、よりヘルシーな印象が出たかなと思います。でデニムパンツもこれちょっとウエストをね中にキュッと折りたたんであげて、そこをピンで留めてて今ちょっと詰めて履いてます。足元は定番のナイキのスニーカー、これはピンクのダンクハイなんですけれども、こちらを合わせております。結構もうほんと夏な感じの、海とかに行きたくなるようなそんなコーディネートになったかなと思います。ということで7コーデ目はこんな感じでございました。はい、ということで続きまして9コーデ目はこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃじゃーん、こんな感じでございますちょっとねいろいろと違う部分はあるんですけれども、まあ、なんとなくそれっぽい雰囲気で作れるように頑張ってみました。まずこの黒のタンクトップね、これを合わせてて、ここまではすごくシンプルなんですけど、このベルト再現したコーディネートはもうちょっと細めのバッグとかについてるようなベルトなんですけど、ちょっとそれがなかったので他のチェーンベルトで再現してみました。タンクトップもねちょっと丈足りないんですけど、なかったのでこれを合わせております。でなんといってもこのアクセサリーじゃらつけですよね。やっぱり可愛いですね、アクセサリーこんだけじゃらじゃらつけるの。ちょっと私どうかなと思ってたんですけど、やってみるともう可愛くて可愛くてハマりそう。このデカフープのピアスもめっちゃ久しぶりにつけたし、これもすごい可愛いですね。やっぱでかいからめっちゃ小顔効果がある気がする。やっぱりあとバンダナもねこんな感じで巻いてみました。でもバンダナはねちょっと
ぶっちゃけ私今髪の毛が短いので長い方がやっぱり可愛いかなとは思うんですけど、あとバッグか、バッグはこれちょっとね今ふわふわなので季節感度ないって感じなんですけど、まあ、似たようなものがこれがあったので今回はちょっとこちらで代用させていただいております。シンプルもやっぱり可愛かったんですけど、こんだけ攻めな感じのコーディネートも可愛いですね。すごいたまにやっていこうかなね、可愛いですよね。はい、ということで9コーデ目はこんな感じでございました。はい、ということで続きまして10コーデ目はこちらのコーディネートを再現していきたいと思います。じゃあ全身がじゃーん、こんな感じでございます。はい、ということでちょっとあの T シャツのね柄まではうまく再現はできなかったんですけれども、まあサイズ感であったりとかを再現してみました。大きめの T シャツをゆるっと着てあげて、デニムもゆるゆるな感じで結構メンズライクなコーディネートでございます。シューズはこのちょっとおじさんっぽいスニーカー、これは530なんですけど、このスニーカーはね結構海外好きな方の中では定番のスニーカーだと思うんですが、こういうのを合わせてあげると海外っぽいコーディネートができるかなと思います。ピタッとしたトップスに合わせてもすごい可愛いし、ゆるっと T シャツを上からバッて羽織っただけでも可愛いので、やっぱこのデニムめちゃくちゃね着回ししやすくてとてもお気に入りのパンツです。ということで10コーデ目はこんな感じでございます。はい、ということで続いて11コーデ目がこちらのコーディネートでございます。全身がじゃーん、こんな感じでございます。はい、黒のベアトップがちょっとなかったので代用でこのベアトップになってしまったんですけれども、これに足元は B3 でトートバッグを合わせております。ベアトップって可愛いですよね。やっぱ結構肌が見える部分が多いので夏だねっていう印象にはなると思うんですけど、デコルテも綺麗に見えたりとかすると思うし、すごい私は好きなアイテムです。でね、ちょっとネックレスもこのパールのネックレスを合わせてるんですけど、やっぱパールって可愛いですよね。女性らしい印象になると思うので、これ1個つけるだけでもすごく印象がまた変わって、お洋服はカジュアルなんだけどネックレスはパールで上品な印象になって、そのバランスが私はすごく可愛いなと思いました。ということで11コーデ目こんな感じでございます。もうちょっとだけあるので皆さんちょっともう少しだけお付き合いお願いいたします。はい、ということで続きまして12コーデ目がこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃじゃん、こんな感じでございます。写真のものよりもちょっとゆるっとしたベストにはなってしまったんですけど、このグレーのねニットベストを合わせてみました。デニムももう少しねスッキリしたものだったんですけど、こんな感じで緩めのパンツでも可愛いかなと思います。私あんまり夏こういったベストをね着ることなかったんですけど、意外と着てみるとすごい可愛くて、デニムともすごく合いますし、大人のラフスタイルというか大人のカジュアルスタイルみたいな感じで、ちょっと上品な感じもありつつ、でもデニムパンツとこのコンバースとかカジュアルな感じがとってもバランスが可愛いなと思います。バッグもちょっと違うは違うんですけど、綺麗めな感じのバッグを持ってあげて、より大人っぽいコーディネートになっております。はい、ということで12コーデ目がこんな感じでございました。はい、では続きまして13コーデ目はこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃじゃん、こんな感じでございます。じゃん、ザ海外ガールって感じのコーディネートだと思うんですけれども、やっぱりちょっとこんだけ攻めたコーディネートは私も普段はちょっと着れないなと思いながらもコーディネート組んだんですが、バンダナ柄のスカーフなんですけど、これを三角形に折って後ろでねキュッと縛ってトップス代わりにしちゃっております。結構海外とかだとこういう着方してる方多いと思うんですけれども、やっぱこれはちょっとあれですね、なんかアメリカとか海外で、ね、旅行した時とかに着たいかな。私は旅行先ってやっぱりファッションをね思いっきり楽しめるような感じがあるので、こんぐらい攻めても可愛いかなと思います。あとはなんか海行く時とかね、そういったちょっと開放的なところとかだったら可愛いかなと思うんですけれども、シューズもナイキのエアフォースワンハイカスタムしたやつをました。こういう感じでスカーフトップス、バンダナトップスを着た時はスニーカースタイルがやっぱり可愛いかなと思います。ということで13コーデ目はこんな感じでございました。では続いてでいよいよラストでございます。はい、というわけでラスト14コーデ目がこちらのコーディネートを再現してみました。全身がじゃじゃん、こんな感じでございます。ずっと私白黒のトップスとかをね主に合わせてたと思うんですけど、やっぱりこういうカラーもののトップスとか合わせてもすごい可愛いですよね。今回はこのピンクのトップスを合わせました。小物とかはねホワイトでシンプルなんですけど、
トップスに色があることで一気に華やかなコーディネートになったかなと思います。こういうトップスって結構重ね着とかしてもすごい可愛くなるので、1枚だけだとちょっと不安だなっていうトップスとかは中にもう1枚キャミとかを合わせてあげても可愛いと思います。ということで14コーデ目はこんな感じでございました。はい、というわけでこんな感じでユニクロのデニムパンツで14コーデ組んでいきました。本当に着回し力が抜群で、いろいろなトップスとも合いますし、やっぱりこう海外コーデとかにもすごく合わせやすいパンツになっていて、これ本当におすすめのパンツなのでみんなに紹介しようと思って、今回はこちらを使って海外ガールのコーデを再現してみました。スニーカーはもちろんサンダルだったりとかヒールとかも合うと思うし、あとブーツにねインしたりとかもしたと思うんですけど、合わせるシューズによってもいろいろとね表情が変わると思うし、今回緩めのパンツをあえて選んだって言ったと思うんですけど、ベルトしないで腰落としてローライズな感じで今っぽく着るのも可愛いし、ベルトしてあげてウエストをねハイにして着てあげてもすごいスタイルアップして見えると思うので、割とサイズ上げて買ってあげてもいいんじゃないかなって思いました。なんかみんなお気に入りのコーデとかありました？私はやっぱり全部やっぱり可愛いなと思ったんですけど、わーこれ可愛いなって思ったのはスカーフを頭に巻いたコーデかな。結構トップスとかの合わせ的にはシンプルな感じだったと思うんですけど、小物使いがめちゃくちゃ可愛いなと思って、あんだけじゃらジャラつけるのって最近ほんとやってなかったので、ピアスとかもまあフートはつけるんですけど、これでも大きいぐらいかな、割とちっちゃめなサイズのものをつけることが多かったので、あんだけでかいねフープピアス久しぶりにしたらすっごい可愛いなと思って、でブレスレットもね今もちょっといっぱいつけてるんですけど、こんな感じでジャラつけしてあげたりとかしても可愛かったし、まあ、私やっぱりアクセサリーがすごい好きなので、あのコーディネートは結構ズキンときましたねズキンドキューンときましたね擬音むずということで、今回の企画的にはこのユニクロの、ね、デニムパンツを着回していこうっていう感じだったんですけれども、見てもらった通りすごい使いやすいデニムパンツでとてもおすすめなので、まだ在庫あるかは不安なんですけれども、ぜひ店舗行った時とかに見てみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。